中ヘチは熊野山山へと通じる三景道、熊野古道の一つ。和歌山県田辺市から山間部の熊野本宮大社、熊野那智大社を通って熊野早玉大社に至るおよそ21里の皇帝である。熊野古道は講義には大阪や伊勢から熊野に至る長大な三景道を含むが世間一般的には熊野古道はこの中ヘチの区間を指す。 成立までの歴史的経緯は、黄色を参照。中辺地の道順田鍋市街秋津王子万両、王子、三ス王子八条、王子稲葉音王子、一ノ瀬王子や湯川王子、滝尻王子不審王子大門、王子十条王子大阪本、王子金路、王子筆肇剣王子月桜王子から中野川、王子昭光王子熊瀬川王子若上王子、湯川王子祈り王子ほし門。 王子三み王子、福杯、王子原江戸王子熊野本宮大社湯の峰、王子熊野那智大社多吹王子篠野王子浜の、宮王子佐野王子浜王子熊野早玉、王子そなお、稲葉根王子から、滝尻王子までの区間は、岩田川を何度も図書する必要がある難所であり、かつ遠回りであったため、室町時代頃には、潮見峠越えが、メインルートとなる。 この道は万両王子で、従来の熊野古道と分かれ、深津川右岸を通り、ミス地区の長尾坂を経由して、マキの塩見峠を越え、クリス川に下り、高原にて、従来の熊野古道に合流する。そのためこれ以降は、ミス王子から不審王子の各王子者は一部を除き、交配することとなる。塩見峠越えの道順万両、王子、長尾坂塩見峠。 クリス川高原熊野神社熊瀬川王子、湯川王子の間は平成23年台風第12号の被害により現在も通行止め区間があり、迂回路を通ることになる。熊野古道、各三経道の通行止め情報についてありがとうございます。